海兵隊員が540万円のスポーツカーを盗み事故を起こした事件で、基地側が被害者に初めて謝罪しました。午後5時前、山口県岩国市の自動車販売店を訪れたアメリカ軍関係者。目的は謝罪です。今月3日、この自動車販売店の防犯カメラに映っていたのは、入り口のガラス戸を蹴破る男の姿。敷地内に止まっていた従業員の私物の車を盗み、立ち去りました。買ったばかり、540万円のスポーツカーでした。男はアメリカ軍岩国基地の海兵隊員とみられます。今日の説明でアメリカ軍側は警察から逮捕状が出ていないことから男の身柄を拘束していないと説明。納得いかない車の持ち主が警察を呼ぼうとする場面もありました。日米地位協定によりアメリカ軍兵士の身柄がアメリカ側にある場合、検察庁が起訴するまでアメリカ側が身柄を拘束するとしています。両者は警察を交えて話したいと警察署に向かいました。基地側は警察の捜査には全面的に協力するとしています。